前回あのクリクラが届いたということで、クリクラのサーバーが届いたので、飲み比べをやると。わかんねえよこれ。うん、うん、お水だ。普通の水だよね、まあ、どっちにしろ水だから。うん、じゃあまずこっち、次ね。違うでしょ。違う、分かんない、ちょっと違うよね。違う。え、じゃあどっちがクリクラ。俺の感覚としてはクリクラこっち。正解はドゥク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 ドゥプップー。違うんだ。はい、まあ、はいね、ちょっとここ減ったけど焼酎今入れました。で、ガムテープはねちょっともったいないから、そのままで中身の紙だけ入れ替えて、そう、どっちだかなと分かんない、俺だけ知ってるから。そうだね、お前だけ知ってるから。俺だけ知ってるから。でまたね、今焼酎いいんだから。そうだね、う、焼酎のお水割りで今度は、さっき見事に外したけど。そう、じゃあ飲んでみようか。飲んでみよう。いや、匂い、まあ、匂いそうだからね。大きな顔違いはないと。おお、水割りですな。水割り、うんうん。ちょっと違うかもしれない。あ、水の違いが多少の味の違い。うん、あ、ちょっと違うかもしれない。違う、違いが出てると。はい、でね、今変わって今、コップの方もねちょっとシャッフルしたんで。そうだね、シャッフルっていうか、まあゆうちゃんわかんないけどもね。そうそう、わかんないから。そう、陽介が準備したこの状態で進めていくわけだ。俺は答え知ってるから。そう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 、じゃあ飲んでみようか。よし、じゃあさっきと一緒。そう、耳からいきます。匂いね、うん、まず変わってる、変わないか、そんなに。うん、じゃあ一口。うん、焼酎だね。焼酎の水割りだよね、その。じゃあ次、右側だね。いきますよ。うん、あ、れ、ちょ、もう一回。あれ、なんかが違うよね。なんか違うな。なんか違う。アルコール度数的には同じだよね。度数的には一緒。うん、でもね、飲んだ時の焼酎のね、抜け方が違う。口当たりが違くない？そうそうそう。俺ね、個人的に言ったらこっちが好き。あー、個人的なね、うん、水割りね、うめえって言ったらこっちうめえ。うん、いやー、待ってよ。正解どっちだろうね。どっちだろうね。マジで分かんないんだよ。カメラ止めてる間に準備してて、うん、俺も編集とかやってたから、うん、分かんないんだよ。どっちだろうね。いや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 、どっちかな、右か左かな。ドゥク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 。いきます。お、来た。こっちこっちこっち、うん、本当に本当に。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ブッブー。違うんだ。あのね、カメラから見て左側の方です。だ、こっちか。そう、これね、違うのよ。うん、こっちはちゃんと焼酎の味がするの。うん、で、こっちは薄まってるの。そう、分量もあの一緒にしてねって言って、うん、入れた、陽介に入れてもらってやってるんだけど、うん、こっちはあのね、焼酎の風味が生きてるの。うん、で、こっちはまだいつもの水割りですよ。うん、たかが水だろってね。たかが水だろって思うかもしんないけど、違う、うん、あの、回し文字とかじゃなくて、うん、口当たりが全然違う。あ、だからこっちの飲みやすいっていうのは、うん、多分いつも飲んでるからなんで。うん、やっぱ左の、俺的にはカメラで見て左側の方が飲みやすかった。ロニアがね、うん、ね、しかこれぜひあのね、嘘だと思ったらもうやってみてください。これウォーターサーバーの、うん、モニターっていうのは無料で一応できるみたいな。うん、だからこれ頼んでっていうのはちょっとやってみた方がいいかもしれない。うん、ぜひね、ぜひやっていただきたいですね。普段の水と何が違うんだろうってね、感じてみてほしい。これすごいだって時短にもなるし、これ、うんうん、カップラーメンとかだってこれお湯沸かさないでレバーひねったら。そうだね、赤いお湯出てくるやつでね。うん、じゃあこんなところですかね、今日は。今日は
じゃあバイバイかな。かな。サムライジャパンもね、勝ったし。あ、そうだね、勝ったね。勝ったから。ちょっといろいろとあったけどね。まあそうです。今日終わって、うん、そのもう多分30分後ぐらいにこれ撮ってるから。うん。ちょっとね、面白かった。面白かった。ということで、ね、またこうなるとね。ちょっとまた。俺らで飲んでるけどね。ぜひ試してください。美味しいから。美味しいから。うん、じゃあまたね。またねー。